こんにちは。不平等のね、ディスカッションね、実は何回かやったことがあって、これ面白いんですよ。不平等の、2つに分かれて、力のある方と力のない方に分かれたりね、背の高い方と背の低い方に分かれたりとか、あとはお金を稼げる人と稼げない人と分かれたり、とにかく極端にこう、ここは不平等だよっていうところを分けるんですよね。そうすると両方とも不平等だって言い出すんですよ。その中で最も紛糾したのが、やっぱりいろんなことを知ってる人っていうのはそれはそれで不平等だよねと。なんかこのいろんな人に頼られて、で答え方が悪いとなんか知らないけど叱られるけど、逆にこちらから物知りじゃない人にね頼むことはないみたいな。結局能力を身につけた人はその能力を搾取されて不平等だなって感じたりとかね。お金のことで言うと、お金いっぱい持ってる人の方がいろんな人にたかられたりとかね、詐欺られたりとかね、納税させられたりとかって不平等だっていう。でお金のない人はない人で、世の中間違ってるとかね、なんで金持ちがいるんだって不平等だって言ってからね、みんな不平等というだからその不平等をどう捉えるかですよね。不平等があるのははっきり分かってるんで、じゃあその現象から自分は何をするんですかと。不平等だって言ったところでね、それは不平等ですよと。天気のところもあれば晴れのところもあるわけだからね。でもね、面白いのは、すべての人が感じようと思えば不平等を感じることができるし、不平等を自分なりの特徴だというふうに捉えると、そこをね、生かして逆転の一打を打つこともできるみたいな。将棋の中に歩と角ってのがあるんですけども、一見角の方がね、役に立ちそうですけども、いや、歩の方が役に立つよっていうね、戦術もあるわけですよね。角なんて取られたら、もう相手にものすごい有利なアドバンテージを与えちゃいますけども、歩は取られてもね、まだへっちゃらみたいな、まあ、そういうふうなね、不平等の働き方もあるなというところで、不平等の轟きと書きましょうか。はい、などなどでございます。いらっしゃい。